こんにちは、ミセスクリーンアップルです。大森元気です。若井ひろとです。西沢亮香です。山中彩香です。高野清和です。いや、映画へのね、こう主題歌が決定した時は、ね、うん、嬉しかったし、やっぱ、うん、映画の主題歌初めてですから、そうだね、びっくり、ね、いや、もうびっくりだよね、うん、いや、でも本当素直にとてもピュアにとても嬉しかったなと思います、うん、はい。映画を初めて見たとき、どうでした、みちゃんは。情熱的だったね。ね、シノボクシングがすごい、うん、思いのほか熱くて、そこになんか初めてのとき、あっって、あっと取られた、ね。エネルギーがとてもあった。そうだね。まあ、個性的なあの俳優の方々が本当に出られてて、ね、その試合のね、ところでね、そ, その個性がもう、バーってもう、それぞれ爆発してる感じがね、すごい楽しかったですね。はい、あのね、言葉って素敵だなって改めて。いや、本当にね、この映画そうだと思います。うん、本当にね、素敵だ。僕はですね、その青春のヒリヒリした部分だったり、なんかちょっと見てる自分たちもすごくヒリヒリしそうなぐらいのヒリヒリさで、でもすごく純粋な繊細な部分も描かれていて、すごく素晴らしい作品だなと思いました。いや、元気くん、いや、もう本当にやっぱりあれじゃない、こうエンドロールというか、まあ、こうね、流れるわけじゃない、うん、それを忘れちゃってた途中っていうのは、いや、でも本当に面白かったの。だから面白くて、こう入り込みすぎちゃって、 あ、終わっちゃうと思ったら自分らの曲が流れちゃった何これってなった感動してね、本当にね。いや、でも実感がやっぱ最初一番最初湧かなかったですけど、本当にストーリーも素敵だしね、うん、なんかそれの一部になって本当とっても嬉しいです。幸せです。僕たちの楽曲、うん、ソフトドリンクですけど、ね、どんな方々に届けたいですかという、うん、これ、ね、作った時がですね、はい、僕が高校2年とか、うん、17歳の最後とかだったんですよ。17歳でした。で、一番多感だったのよ、ほんとに。そうだね、こうヒリ、そう、若いじゃないけどさ、うん、こうヒリヒリしてたりとか、うん、やっぱとても敏感だったりとかするわけじゃないですか、うん、だから、そうだから、そういうさ、自分ってなんだろうなとか、うん、毎日学校なんか当たり前のように流れていくんだけど、その中のなんかこう、うん、素敵なこととか、うん、そういうなんかモヤモヤみたいなものを素敵にこう消化してくれるというか、うん、浄化してくれるような曲だなっていうふうに思います。5月20日よりテアトル新宿ジストシネマ田辺、他全国ロードショーです。ぜひ劇場でご覧ください。